はい、皆さんこんにちは。ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのコツ持ちウィーク開催記念ガチャですね。こちらを引いていきたいと思います。で、もうこちらのガチャを引く目的はただ一つですね。こう、メンバーの中にね、しれーっと紛れ込んでいる神楽坂くんです。神楽坂くんをね、やっぱり解放したいんですよね。で、神楽坂くんに関してはもうね、PR が1枚でも出てくれれば、あとはもう大丈夫博士像を突っ込んでプラ3に、できますので、まあ、とりあえずもう本当に神楽坂くん PR でいいので1枚くださいというところですね。で、まあ、あと他のキャラを見ていきますと、復刻キャラとしては一ノ瀬が復刻してますね。で、自分は一ノ瀬もね、プラ4なんで、まあ、SR とかで出てくれれば、プラ5にして変化球ボーナスがつきますので、また一ノ瀬もね、使いやすくなると思います。で、ただ一ノ瀬っていうねキャラクターが、コツを持ってないキャラクターなのでブレインマッスル向きのキャラではないので、まあ、他の方向でね、使っていこうと思います。とあとビクターも、復刻しているんですけれども、ビクターに関してはやっぱりねちょっと左キラーが重いかなっていうところが、あるんですけれども、まあ、別に左キラーを持っている選手を作りたいっていう目的であれば、ビクターっていうキャラクター自体は、まあ、テーブルもいいですしイベント内容もいいので、かなり優秀なキャラだと思います。で、今回のガチャに関してどこまで引いていくかなんですけれども、一応マックスで30連ですね。で、4回目になりますとかりんちゃんか、まあ、さとりちゃんどっちか SR1 枚確定というところなんですけども、まあ、自分はねもうかりんちゃんもさとりちゃんも SR は持ってるので、とりあえずマックスで30連で、マックスじゃないのは何なのかっていうと、神楽坂くんの PR が1枚でも出たらもうこのガチャはやめます。で、余った石に関してはちょっとねルナちゃんの方を追っていこうかなと、追いガチャをしていこうと思いまして、でただですね、まあ、神楽坂くんが出るかって言われたらこれだけのねメンツがいるのでなかなか出ないとは思うんですけども、まあ、一応マックス30連神楽坂くんの PR が出たらそこでこのガチャは終わりで、まあ、引くはずだった、石は、ルナちゃんの追いガチャの方に回していきたいと思います。じゃあやっていきましょうという前にまた例によってちょっとチケットの方ですね。あ、ウィークリーガチャ出てんじゃんそういえばウィークリーガチャは、別でやって、Twitter の方に流したいと思います。ね、そうそうそう、PSR のね、みずきちゃんが無事手に入れることができたんですけれども、 SR チケットはそうか回収しないといけないのか。天才の入部届はログインボーナスで SR 特選チケットで PSR 野球マン2号がいるんですけれども、ちょっとボックスが圧迫されるんでとりあえずここに置いておきましょう。で、さっきの SR 特選チケットを引いていきたいと思います。ガチャの方でチケットですね。まあ、ここはねさすがに堀杉くんはね出てこないんで、いいんですけれども、スバルかホープくんか野球マン2号みずきちゃんですね。まあ、これはねもちろん野球マン2号みずきちゃんが欲しいですけれども、まあ、3キャラはねどれもいいと思います。ロゼルージュのね、ホープくんちょっとねまだ俺もねロゼルージュ持ちとさっきのシモンの、ね、シルバーバレット持ちもうどうしてもねこいつらマジで成功しなくて1人も作れてないんですけれども、連動用にねやっぱり1人は用意しておきたいんで、まあ、ちょっと時間のある時に、やっていこうかなとは思ってます。まあ、とりあえずこの SR 特選チケット投手ですね使っていきましょう。まあ、ただみずきちゃんが出たとしてもやっぱりねプラ5を持って解放したいんだけどプラ5まで持っていくと45を使った方が強いっていうこういうジレンマがありますからね。ああ、来た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 。で、ただまあ野球マン2号も別にあれだよね普通のみずきちゃんから解放していけるよね。まあ、それを考えれば、PSR を持っているので、まあ気長に解放していきましょう。じゃあプレミアムの方に行きます。まずはじゃあちょっと単ガチャの方ですね。これも、バナーキャラから R 以上1枚確定なんでまあここでね仮に PR 以上の神楽坂くんが出てくれればこのガチャはもう終了しますまあそんなんあるかっていうのはあれなんですけど、ここでなんかだからこう金の玉ってどうなの、金の玉が出てキラーンって PR とかなのかな。PR と R は違いが分かんないからね。うん、かりんちゃんですね。いや、惜しかったな。PR は引き当てたけど、まあ、神楽坂くんではないと。だって、ここ何人いるの ?1、2、3、4、5、6人でしょ。単純にバナーキャラだけだとしても6分の1でしょそれはね、ないよ。出ないよ。じゃあ、初回ですね。初回10連は、バナーキャラから PR 以上なんで、このバナーキャラから PR の神楽坂くんが欲しいというところですね。じゃあやっていきましょう。あ、虹が出た。グッグッキラーンキラーンキラーンがないんだよ。ないね。マジでキラーン来ないね。虹が出ると。あ、しかもあそこにあるね。またかりんちゃんか。まあいいんだけど。PR 的にあとビクター。鶴谷くんはいらないんで、あ、すみかちゃんの PR が出たのはでかいな。よしよしよし。まあ鶴谷くんはちょっとミキサーですかね。またちょっとミキサーをかき集めれば1回くらい引けるのかな、まあ、それは次回とかに回すとして、で次は、まあ、SR はね、ビクターかシモンなんですけれども、まあ、神楽坂くんの PR が出てくれれば嬉しいけどそれはさっき神楽坂くんいなかったね。まあ、ビクターかシモンかって言ったら、まあ、シモンはもう持ってるんでやっぱりビクターが欲しいですね。じゃあ、20連目に行きましょう。あ、また虹が出てるまた虹が出てるんだけど、キラーンが来ないと意味ないのよ。まあ、絶対 PSR が入ってないっていうことはないんですけど、可能性はね。おー、ビクターいいねいいねいいね。まあいいでしょう。あとは R ばっかり、 PR りょーちん、神楽坂くんなのよ。神楽坂くんもう出ないね、神楽坂くんは。まあ結局3回目まで来ましたね。いや、なかなか難しいね。なかなか難しいよ、本当に。じゃあ3回目はバナーキャラから SR 以上ですね。SR だけっていう話をすれば、とりあえずもうこれでバナーキャラは全員持ってますね。なので本当に、解放できる神楽坂くんか一ノ瀬ですね。1番が神楽坂くん、2番が一ノ瀬。これを狙っていきましょう。狙っていきましょうって言われてもさ狙えないんだけど、まあ2つとか入ってればね、また期待はできるんですけど、確率アップはしてないよね。確率アップしてないと本当出た2個はさあどう、一ノ瀬か。まあいいよいいよ、とりあえずプラゴにするか。でビクターで PR の神楽坂くん R かよみたいな。厳しいね、本当に厳しいね、神楽坂くんは。まあとりあえずここで一ノ瀬とビクターは結構嬉しいので、一ノ瀬はこれでプラゴにできますねと。で神楽坂くんは、次回というか、まあいつが次回になるのかわからないけど、見送りになりましたというようなところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。また Twitter では Twitter 限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。